Thank you.
あった。着きました。1251.7m。おはようございます。今日は大山に登っていこうと思います。こうバス停をね降りてすぐが登山の入り口になってます。上まで 2.3 キロですかね。では登ってまいります。スタートですね。朝日に照らされたススキがめちゃくちゃ綺麗。いいですね。綺麗。行きましょう。序盤は階段地獄ですね。いや、階段が
長いです、なかなか一歩が大きい階段がねしばらく続いていると答えますね。入り口から15分20分ぐらいでちょっとベンチがありますね。大山コースナンバーワン 1.7 キロ 500メーターぐらい登ってきた感じですかね。第一休憩ポイントです。朝のこのね入ってくる光が綺麗ですね。紅葉綺麗ですね。先っぽはちょっと赤くなってる。すごい急になってきましたね。ナンバー2に到着しました。今半分ぐらいか。あと 1.2 キロ。途中ね、一回鎖があって、岩をちょっと取られましたけど。全体的にはエリアが取りやすいですね。ナンバー3ができました。岩と星っていうことですよね。この辺のこういうとこがね帰りが怖いんですよ。ベンチがありました。3個目のチェックポイントから5分ぐらいのところですかね。30分に1回ぐらい休憩がある、休憩場所がある感じですかね。ベンチがあるとね助かりますね。やっぱね
笹地帯ですね。笹階段と笹いい感じ。この辺りはずっとね、階段で登っていくっていう感じで結構こたえますね。出られるところがある。出てみましょう。お、すごい。市内ビューイングすごいですね。江ノ島が見えますね。綺麗。ちょっとね、曇ってますけど。気持ちいい。すごい、この角度めちゃくちゃいい。ドーンって抜けてますね。300m、ラストスパート上りですね。結構急だな。鳥取神社の鳥がありましたね。もうちょっとかな、山頂まで。やっぱり山頂の方に来るとね、気温がぐっと下がりますね。風もやっぱりね、上に来ると出てくるし、寒いですね。手がまた入りました。阿夫利神社登りましょう。山頂はこの上なの。山頂見晴らし台は、この裏、トイレも裏。じゃあ、もうちょっと行きましょう。お、すごい。ここは休憩所。こっちの合流道ですね。やった。着きました。1200
51.7メートル。いい景色だ。お参りをしてね、ちょっと休憩しましょう。裏側にトイレの部分でぐるっと回るようにしよう。すごいです、こっち側は。消防が避けてますが、今日は富士山が見えません。遠野岳のその奥の方からガスってますね。山の塔とか見えるんですよね。山の塔ですけど、残念ながら遠野岳はダメだ。この辺からちょうど雲があって見えませんでした。残念。晴れてたら富士山もね見えるそうなんで、めちゃくちゃいい場所ですね。
ぐるって回って下山していきます。お、ここに出てくるんだ。鳥居のところに繋がってました。よし、では駐車場まで降りていきます。今日はね、ベストなんでスッと降りていきます。上りは2時間ぐらいかかったんですけど、下りは多分1時間ぐらいで着けるかなと思うんですけど、ゆっくりめに見て1時間強って感じですかね。でもちょっとね、岩のところ気をつけて降りていこうと思います。下山はちょうど1時間ぐらいでしたね。上山はちょうど初心者にはいいぐらいの距離感な気がしました。約4キロぐらいで、ね、3時間から4時間ぐらいに全部のステップでしたね。なくてかなり歩きやすい山でした。よいしょ、やつやしました。お疲れ様でした。紅葉が綺麗でした。では、皆様、この辺りで終わろう
若い人からバスですよね。うん、そうです。で、クリアさんに頼んでるんですよ。ちょっと言ってるのかもしれない。これは、養老金の人として、何ですか、肩代わりして、あとでキャッシュに行って、客が取れる。どうしたらいい。何とかあります。一緒に練習する。
Thank you.